皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ日本テレビ系機構ドキュメンタリー番組「アナザースカイアナザースカイ土曜午後11時」が5日に放送され、CM、c MC の女優山本舞香26が初登場故郷の鳥取県米子市をめぐった写真現在交際中のイケメン歌手とのツーショット 芸能界に息苦しさを感じていたという10代後半を解雇人に合わせて集団でみたいなのも辛いなって思ってたんだけど18歳のあのターニングポイント以降考え方が全て変わったんですよね仕事に対しての向き合い方とかそう語って所属していたソフトボール部の試合会場だった球場を訪れたもう一生来ないと思ってた ピッチャーだったという山本は焼けちゃいけない仕事なんですよね、本来。めっちゃ黒かったです、私。スライディングとかするから怪我もしてるし、あの時が一番青春だったかもしれないと振り返った。球場内を歩きながら話し、私が中学校1年生に付き合ってた彼が隣の中学のサッカー部だったんですけど、私のソフトボール部の試合が終わった後 彼が試合していてと同じ球場でそれぞれ試合をしたという。本当は他の部活っって見に行っちゃダメなんですよでもタオル、頭にこうやって巻いて、すごいコソコソしながらこの階段登って、後ろの方で見てたんじゃないかなと、こっそり彼を応援したそうだ。スタンドの観客席に座った山本は遠くを見つめながら、いや、なんか18の時に事故で亡くなっちゃったんですけどと、 そのの彼氏が18歳でここを去ったた。とを明かしたちょうど18歳の時、仕事休んで夜なごに帰ってきてて、もうやめようかなっていう時期だったんですよ、18の時。もうやだ、が勝ってたから、って思ってたタイミングで、電話が来てそれ、彼の死去、を知らされて、現実が受け止められなくてとショック。もう、すごい、彼は、仕事を応援してくれてたし。 お前はやめるな向いてて。るからこの仕事っなくなったからその言葉がすごい刺さってるとかではなくて本当に大事な人だったから自分の好きなことをやり遂げる人だったからもうちょっと挑戦して経験して自分の人生において得るものがあるんじゃないかなって思って今もまだ続けてるって感じなんですけどと神妙に語ったどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回をお会いしましょう。